マルミナータリクガメですね、地中海系のリクガメで、地中海系では一番大きな種類になります。あ、最大でこのカメっていうのはどれぐらいの大きさになりますか。ですね、特にオス、まあ、オスの甲羅の後ろ側がせり出してくるので、ね、普通リクガメっていう部分ですけど、割と長く育って、まあ、最大35センチぐらいって言われてますけど、まあ、うちの親ガメで27、8センチぐらいですね。でちなみにあの餌っていうのはどういったものを与えられたらよろしいですか。この辺は、まあ、純粋に草食ですね。あ、まあ、野菜でいうと小松菜ですとか、はい、チンゲン菜なんかいいって言われてますし、まあ、野草だとタンポポですとか野毛シ、それから大箱なんかですね、はい、で基本的に野菜だったら栄養価はむしろ高すぎるくらいなので、野草が理想と思っていただいて、あと、まあ、飼育にあたってあのバスキングライトとか UV ライトとかそういったものは使用しますか。まあ、うちは屋外メインにしてますけど、子ガメのうちはやっぱり中で飼って冬眠させてないんで、その時には、バスキング、それから UV ライトというのは必須ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、何かこう、ヒョウモントカゲモドキで、まあ、おすすめのモルフとか、こう、ありますけど、そうですね。好きなモルフとかはありますか。なんか、レインボーカーキー。おー、はい。かっこいいですね。多いかなと思いますね。まあ、基本的には、今にもこう出てきてるんですけど、うーん、ちょっとな、お、なんか初めて見た。すごい。ドリームシルク初めて見た。すごい。白系に斑点というか、はい、すごい。可愛いですね。なんか普通の白よりもちょっとピンクが薄みかかったような。はい、薄くかって日本語の人が好きです。あ、そうですね、おしゃれな感じですよね。いいな、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ綺麗ですね。この下の青いやつとか色すごいですね。そうですね。これいいよ、これめっちゃ綺麗。そうだ、誰が似合う。こっち対応するすげえよ。なかなか発色がすごい綺麗な感じです。そうですね、水槽レイアウトに使うアヌビアス7。これ水上波もいけるってことですか。で水上用でもいけますね。今石亀、本当レアス、ね、だってこちらの方とか岡田とかでやってるんですか。色合いなんか日本とかでもしたっけ。似てます。あ、似てる、本当に似てる。なんか2種類いるみたいですね、なんか。あ、そうなんですか、僕も知らなかったですね。この間なんかで言いました。あ、マジですか、でもなんか気になりますネットからあとこちらも、青下が可愛い。小笠原ヤモリ。小笠原いいっすよ。あそれ1匹で増えるんですか。あ、ちょっとこれ見ててもらってよろしいですか。あ、すいません、ちょっとお借りしてます。日本ヤモリで卵産むんですか。隠れちゃった。隠れちゃった。可愛い。オスジーフォスヤモリ。あ、いたいますか。こちら指がね、爪みたいになってる。止まってた。ちょっと失礼します。お、すごい、これ色合いすごいっすね、本当に。これメムシロの赤ちゃんっすね。赤ちゃんの時白い。白いっすね。そしてわたわたである。すごい。ここにキナミがそっくり。前変わってくる。そうですね。発信してる。多いね。発信だいぶガラッと変わりますね。そうだね。もう最初、小さい時って結構鳥ってなんか横に突き出るけど、何も立てる。そうですね。なってくる。あ、でも面影のやつありますね。目の。上に行ってるね。疲れてるのかな。うわ。セイブシュシバナだ。すげえかわいい。海真っ赤。
うわ、超かわいい。アルミのだから超かわいい。めちゃめちゃかわいい。色すげえ。おい、爪がちょうど3つすごいな。カメレオン無視でブルー結構あー今いましたね、ちっちゃい。かわいい。餌とかってないですか？違う、もう適当ですよ。こうやってドッグフード丸投げにしといたら落ちないかい。そう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 、なんか腐葉土も食ってるんですよね。でもこうやってカビが生えてもほっといてるんですよ。あー、それも全然いけちゃうよっていう。全然もうすごい食べやすい。これはなんかその辺に岡田桃子も同じですよ。集めたくなりますね。でもこう綺麗で可愛いと、うん、じゃあモモンガをいっぱい出されてる。なんかおすすめって、これは目玉っていうのはありますか？この生態目玉っていうのは。大きい方に緑が入ってるはず。いただいてます。緑入ってた。はい。色が白い。かわいいですね。血統的にプラチナ化粒子持ってますので、見た目だけのモザイクだけではなくて、後輩考えるとなかなかいい。はい。こちら餌、モモンガが食べれる餌です。そうです、はい、こういうあの鳥のマックもついてるやつも食べれる。ボタンミルワームっていうのを乾燥させたもの、はい、これがよく飲んで、すごいです。ポーチも持ってて、かわいいですね。あのヒョウ柄、ヒョウ柄か、ほら、かわいいですね、あれ。ありがとう。このハリネズミハウさんの出してる、あ、そうそう、一つ一つ、あのハリネズミハウさんちが作ってるってことなんですか？うちで。わー、すごいですね。双子も可愛いですね。ありがとうございます。カエルもあるし、こちらハリネズミのお家。はい、がメインで。いいですね、こうレイアウトの楽しい感じにできますね。お家缶バッジも売ってますし、下は縦看板みたいのもあって可愛いですね。いいね。そうです。うちお名前とか入れたりできて。あ、そうなんですか。はい、今日はすごい。いいな。ボールパンに入るいいね。これかわいい。すごい、いいな。かわいいですね。アニメズム、これなら大人が入る。こんな感じ。そう、ありがとうございます。これね、ウォーターサイドピーターパン。あー、はい、有名な。有名ではない。いやもう結構やっぱフォロワーさんが買ったって言って。あ、ほんまですか。すごいいいの届いたって言って、あ、いいなと僕は思ってるんです。オリジナルね。すごいですよ。イラストも全部オリジナルなんで。特徴捉えてますよね、やっぱ一つ一つ。そうですね、特徴捉えつつちょっと可愛くした。そうですね、感じを目指して。いいな、こっちやってますね。これもどうも使えちゃう。普段使いでも OK ですよ。そうです、そうです。ちょっとしたところに使ってもらえるようなの。すごいですね。いいな。シャツもあって。そうそう、はい、いいな。なんか一枚買ってるか。そうですね、サファラ関係結構いろいろ、なんか釣りの対象魚とか、しかも追加もあったりとか。結構ね、もともと初めが魚関係で、ああ、始まったんで。なるほど。そうですよね。ツイッターで見ました。あの、あ、フォロー確かしてるんで僕。ごめんなさい、なんかこんなとこで言っちゃった。はい、確かキクラとかはなんか結構いろいろありますね。そうですよ。なんでちょっと初めの方はちょっとマニアックなところらへん行ってて、
まあ、ちょっと釣りの方も進めつつ、僕ちょっと爬虫類も好きなんで。すごい可愛いよね、これね。通常の雷魚とか、コイとか、アカメとか。そうでしょ、僕も釣り好きなんで。ああ、なるほど。多分釣り好きな人、でもね、つくだれとか、熱帯魚好きな人とかでも、ね。好きなの。UV カットもしてる。これ車にも貼れるんですね。車に貼れます。すげえ。UV カットと防水ってあるんで、貼ってたらずっとこう色が薄くなってきたりとか、端っこから剥がれてきたりするんで、それないんで。これいいです。俺の針貼っちゃおうか。うちのクーラーボックスに貼ろうかな。確かに。ミーアキャット可愛いな。これがプレーリードッグ。すげえ、アクロバット。尻尾かわいい。これ触らせてもらってもいいですか？はい。すみません。ありがとうございます。ああ、かわいい。映ってるかな？スクルモモンガ。すごい。おお。ありがとうございます。かわいい。どこ行く、どこ行く、つけてみて、これすごい、つけてみて、これ大人、大人しいっていうか、なんかそんななんかカモとかしてないからいいね。はいはいはい、ほらほらほら、ドキドキするね。毛がやっぱ軽いっていうか、おっと、なんか背中に回られた風の谷の直しかにできそうな感じ。